ただいまより立憲民主党代表選挙の党員、協力党員、パートナーズオンライン公開討論会を開会します。私は本日の進行役を務めます、パートナーズの早瀬です。よろしくお願いいたします。冒頭に一言お断りを申し上げます。今回の討論会はすべてマスコミフルオープンとします。また、インターネットで生配信を行っておりますので、全国どなたでも この討論会を見ることができます。ぜひとも、ハッシュタグ、代表選挙2021でコメントのご参加をお願いいたします。また、今回は、ズームから300以上の党員、協力党員、パートナーズの皆さんにご参加いただいております。皆さん、こちらの声、聞こえておりますか手を振っていただいたりあ。ありがとうございます。たくさんの方にご参加いただきまして、ありがとうございます。 えー、なお、えー、今回の代表選挙にあたって、党員、教育党員、パートナーズの皆様には、事前にメールにてご意見、ご質問を受け付け、総数700件以上のご意見をいただきました。本日は、それらのご意見を踏まえつつ、進行できればと思っております。また、いただいたご意見をもとに、えー、候補者の考えを知っていただくための政策アンケートも作成予定です。 近日中に公開いたしますので、そちらも楽しみにお願いいたします。では、開会,会にあたり、会の趣旨説明を、代表選挙管理委員会の坂本雄之助委員からご挨拶いただきます。坂本委員、よろしくお願いいたします。はい。本日は、お忙しい中、誠にありがとうございます。心から御礼を申し上げます。今回の代表選挙では、 テーマ別で4回にわたり候補者討論会を行います。本日の討論会は参加型民主主義の実現に向けてをテーマとした党員、協力党員の皆様、そしてパートナーズによる討論会でございます。立憲民主党代表選挙規則第20条4項にはこのように明記してございます。有権者は 選挙運動等を通じて、代表候補者に対するパートナーズの意見を極力聴取し、投票を行うものとする、以上の代表選挙規則に従い、立憲民主党の構成員であるパートナーズも迎えて、オープンな議論、活発な議論を行うことによって、より開かれた代表選挙にしてまいりたいと存じます。ごご参加のの皆様方のご協力を、 よろしくお願いを申し上げます。加えて、進行につきましても簡単にご説明いたします。まずはじめに各候補者より6分ずつ政権を述べていただきます。次に、本日この場にお越しいただいておりますパートナーズの皆様からのご質問を各候補者が受ける形で討議を進めます。終了時刻は午後3時を予定しております。ご協力のほどよろしくお願いをいたします。 以上です。ありがとうございます。はい。えー、それでは、候補者の皆様の政権表明に移ります。えー、本日のテーマは、参加型民主主義の実現に向けてです。えー、各候補者の皆さんは、このテーマを中心に、着席のまま6分でご自身の政権を求め、含めて述べてください。 えー、残り時間3分前、1分前、30秒前のボードを表示します、えー。6分が経過しましたら、終了のボードを示しますので、速やかに発言を終了してください。発言順は、小川淳也候補、泉健太候補、西村千奈美候補、大阪誠治候補の順とし、その後、発言のために順番を一つずつずらしていきます。では、最初に、小川淳也候補、よろしくお願いいたします。はい。 えー、皆様、こんにちは。小川淳也と申します、えー。今日はこういう機会をいただいてありがとうございます。えー、党員、そして協力党員、またパートナーズの皆様には、いろんな形で党活動のおご支援とか、励ましをいただいておりますことに、心から感謝を申し上げます。えっ、ー、と、今日のテーマは、参加型の民主主義ということですから、これまでの政治が、それとは真逆だったということの、 総括から始めたいと思うんですが、まあ、今の岸田さんの政治が、必ずしも安倍さんの政治と同じとは思わないんですけれども、でも、安倍さんんの政治を止めよようともしてないんですよね例えば、憲法解釈なんて本当は国民に問うべきことだと思いますが、たった紙切れ一枚でやった、あれはまさに参加型民主主義の対局であり、真逆だと思います。 それから共謀罪とか特定秘密保護法とか、誰がそんな法案の成立を望んでいるのかと。それは国家を、いわば支配している側は嬉しいし喜ぶのかもしれませんが、国民の自由とか人権とか、透明性の高い公平公正な社会を望む我々の立場からすると、これもまた真逆で、参加型の民主主義とは程遠い政治が続いてきたと思います。 それから、昨日もちょっとこれ申し上げたんですが、こういう政策や立ち位置とまたちょっと別問題で、ずいぶん身内びいきな政治が行われてきた10年でもあったんです。これは国有財産の処分もそうだし、学校法人の認可もそうだし、なんだかその政権の近いところにいるお友達が、ずいぶん身内びいきで、まあ、ある意味特別扱いを受けてる。でしかも、さらに問題はこれがバレた時の対応で。 う嘘だろうが、ごまかしだろうが、偽りだろうが、何でも強弁し通せばそれが通ってしまうと。でさらに私はやっぱり極めつけは、このコロナ禍の1年半だったと思うんですが、やっぱり国民が何に困ってるのか、どういう悩みを持っているのかで、それでも捨てきれない願いとか希望は何なのか、そういうことに本当に寄り添ったり、共感したり。 それを捕まえたりする言葉も政策も持たなかった。もう以上、本当にその参加型の民主主義とは対極の政治が政策的にも政治姿勢の問題でも、また具体的なコロナも含めた生活支援においても全く成立しなかったと思っています。 ということは、私たちはその逆を行かなきゃいけないと思ってるんですね。やっぱり立憲民主党を本当に血統から4年、いろんな経緯の中で皆様に支えていただいてできた政党ですけれども、まずはやっぱりこの非常に国家主義的な権威主義的な考え方の人たちとは逆で、さっきも申し上げましたが、国民の自由とか人権、 そして透明性の高い運営、さらに公平で公正な社会を施行していくという立ち位置、価値、これをしっかりと大事にしたいと思っています。そして、身内びいきだったり、フェアじゃないこととはしっかり戦って、さらに言えば、嘘やごまかし、偽りはもってのほかだと。そういう意味でも人間として当たり前のこと、社会において大事にすべき規範、 正義感や倫理感も含めて、これも大事にする政党でありたい。そして、まあこれからコロナに限らずですが、やっぱり、本当に国民の不安や願いや、そういうものに本当に寄り添える政治姿勢。そしてそこから、私はよく言うんですけど、対話を通して生まれてくる政策体系。これから先も決して簡単な時代じゃないと思うんですね。 難しい時代が続くと思うんですだからこそ、対話を通して、本当に悩みや不安を共有して、その中から一緒になって作り上げていくような、新しい時代の政策体験だから、半年後には参議院選挙なんですけど、その時には、その時までに、徹底してこの党員の皆様、協力党員の皆様、そしてパートナーズの皆様、あるいはその外のにいらっしゃる一般有権者でもいいと思うんです。 徹底的に対話を重ねることで、生まれてくる、作り上げられる政策体系を掲げて参議院選挙に臨み、そして皆様に、これは私たちの政策だと、私たちが作り上げた将来へのビジョンだというふうに、自分たちのものとして本当に体温を感じるような党の考え方なり政策体系を一緒にこう対話を通して生み出していく。 そういう党運営を通じて、本当に私たちの政党であり、私たちの政治であり、私たちの社会であり、この立憲民主党という一つのプラットフォームを通して、確実に政治参加している社会を正しい方向に変えようというプロジェクトに参加できているということを実感していただけるような、そういう政党にぜひしていきたいと思っています。 ちょうど六分でしょうか。はい、以上です。はい、えー、小川候補ありがとうございました。では引き続きまして泉健太候補お願いいたします。はい、えー、こんにちは、えー、泉健太と言います。えー、選挙区は京都三区、えー、現在四十七歳です、えー。僕はあの二十五歳の時に京都三区で、ただあの京都は出身地ではないので大学から京都に通って二十五歳の時に立候補したので、いわゆる地盤看板カバンなしから。 国会議員にならせていたただきましたでもそれはやっぱり自分があの能力があったからじゃなくて本当に多くの市民の皆様に支えていただいたからであってあの私はそういう意味ではあの今の日本っていうのは確かに対局にはですね本当に2世出身とかお金持ちの政治っていうのがあってでもじゃあそれで完全に支配されてるかって決してそんなことはなくって十分風穴を開けられるんじゃないかと思ってるんですね。 マイク一本演歌歌手ありませんけど、思いを持って政策を持って訴え続ければ、風穴を開けることはできるっていうのを、本当に実感して、ここまでやってきました。そこには多くの皆さんが、え、助けてくださって、支えてくださって、思いを聞いていただいて、そして、国会議員になることができたと思っています。今回のあの、衆議院選挙でも、全国各地で20代の若手が立憲民主党から立候補してくれたんですね。で、本当にたくさんの皆さんが、その心意気に、 だってしかも与党から出るのと野党から出るのでは全然大変さが違うんですよ。本当に後ろ盾がない、お金がない、えー、組織、団体もないという中で立候補するってこれだけでもすごい勇気がいることなんですけどそれでもやろうという若者がいてそこにあの多くのお父さん、お母さん、お兄さん、お姉さん、中には子どもたちまで応援をしてくれていてあ私はこの国の民主主義というのは信じたいなというか必ず変えることができると。 いいうふうふに思っていますただ、まだそこへの参画をするう人が少ないんじゃないかと思っていて、もっともっとお参加型をお、我々の側もやっていかなきゃいけないと思っています。あの大学時代にですね、僕はあの、えー、立命館大学だったんですが、やっぱり投票率が低いことがずっと嫌で,で、京都市長選挙の公開討論会っていうのを学生時代に実行委員会を作って、えー、他,他の大学の学生たちと一緒に えー、やったんですねですごくそれはおかげさまで成功して、えー、学生たちもそんなことができるんだって話になったんですけどその後にさらにちょっとやりたいことがあって京都市の選挙管理委員会にお願いをして開票作業に市民を入れれててくれって言っ言たんですよ今までは市役所の職員さんが高い夜勤手当をもらって開票していたんですけどそれって全然民主的じゃないなと思ってて。 なんでじゃあ大学生が開票所に入っちゃダメなんだろうと思って、じゃあそこを大学生のアルバイトに切り替えてくださいとやって、おそらく夜勤手当よりも低い値段で、行政的にも経費が節減されたし、中に入った学生たちは本当にみんな、まあこんな体験できるの、あ、自分たちが投票した紙ってこんな風なんだっていうのが直にわかって、やっぱり参加ってすごい大事だなっていうのを感じました。そういうことも含めて、 ずっとこの政治家になってから、国会議員になってからも、やっぱりこの国会と役所と、えー、市民をつなぐ、そういう取り組みを重視していきたいなといって、ここまでやってきました。例えばやっぱり、一般の市民にとっては、法律や規則や政令なんて全然わからないんですよね。で、それをやはり通訳するのが国会議員じゃなきゃいけないというふうに思っています。 うちの地元で旦那さんをご主人を過労死で亡くした方がおられて、この方が最初、ずっと国会,国会の議員会館を回りながらですね、何とかしてもらえませんかってやってたんですね。何年経っても何も変わらないっていう時にお出会いをして、これだったらそういう、こういうやり方があるんですよって言って、超党派の議員連盟を作って、そして法案を弁護士さんたちに作っていただいて、それを叩き台にしながら、 過労死防止対策推進法っていう、本当に法律ができちゃったんですよ。一人の女性の、ご主人を亡くされた女性の思いが、国会を回っていたけど、実らない時に、そこをしっかりと政治が受け止めて、加工したり、料理したりすることで、本当に法律にすることができるんですよね。こういう可能性っていうのは、やっぱり立憲民主党はもっともっと、あの、成功例をたくさん作らなきゃいけないんじゃないかと思います。でそのためには、 今やっぱり立憲民主党厳しい状態にあるんですけれども、やっぱり自治体議員も自民党の次に県議会議員だとかも多いですし、そして国会議員だって野党第一党なわけですから、やっぱりこの全国のネットワークを使って、その時には、えー、党員、そして協力党員、パートナーズの皆さんにも主体的に動いていただいて、どこに困っている方がおられるんだろうか、寄り添うってどういうことだろうか、そしてそれを形にするってどういうことだろうか、これをどん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 やっぱり あの成功例に変えていくことこれをやっていきたいなっていうふうに思っています、まあ、あの立憲民主党がこれまでさまざまボトムアップとか草の根と言ってきたこれはもう4年経ってるわけですけど率直に言いますよ僕はまあ4年前の立憲民主党の決闘的にはいませんでしたので外から見ていて原発ゼロ法案を作る時ぐらいまであるいはフェスの時ぐらいまではですねなんとなく皆さんがそれを実感していたとでもじゃあその後 本当にボトムアップだったのか本当に草の根の声を生かして党運営をしてきたのかこれはやっぱりもう一回問い直さなきゃいけないと思っています。そういう意味で、新立憲民主党からの私、泉健太ですけども、でもやっぱりマインドは皆さんと同じ立場であるということをやっぱり元にして、みんなで作り上げる政党、それをまあ新しい新立憲民主党のをさらに伸ばしていく分野として、えー、考えていきたいというふうに思っています。以上です。 はい泉候補ありがとうございました。では続きまして西村ちなみ候補お願いいたします。皆さんこんにちは。私はこの度この立憲民主党の代表選挙に立候補いたしました衆議院議員の西村ちなみと申します。よろしくお願いいたします。私はあの新潟県の米農家の生まれです。新潟でずっと生まれ育ちまして。 大学生の頃から海外から日本あるいは地方の生活を見る比較的相対的に見るということも行ってきました1999年の統一自治体選挙で私の地元の新潟県では女性の県会議員が半世紀いなかったんですそこで多くの方から 声を上げていただいて、私立候補しまして、初当選した、それがあの私の最初の政治活動のスタートということになります。えー、ですからあ、地方の声、女性の声草根の、草の根の声、これが今の政治に本当に必要だということは、身をもって体験しております。私は国会では今6期目になりますけれども、 外務大臣政務官それから厚生労働副大臣こういった分野で仕事をさせていただいてまいりましたもう厚生労働分野の方がずいぶん長くなってしまった長くなってるんですけれどもその中で自分自身も出産を経験して今は子育てと仕事の両立に悩みながらあそれでもなんとか国会で仕事をさせていただいております あの今の日本の政治を見ますとどうしても上からの押し付けの政治そして政治の私物化これが問題になっていると思っていますこの政治がいつまでも続いていったら税金の無駄遣いもチェックできないし私たちの暮らしが本当にとんでもないことになってしまう新型コロナウイルス感染下でも明らかになりましたけれども適切な医療を受けることができずに 亡くなってしまう人がいるって一体日本って本当にどういう国なんだろうかと私は痛切に感じましたまた非正規で働く皆さんもそれまですごく頑張ってこられたのに営業自粛休業要請えこういった影響を受けてまずは仕事がなくなる収入がなくなる生活困窮に陥るえそういった方々のお話を聞くともうこれは政治の力なんとか立て直さなきゃいけないなと。 いうふうにあの強く感じながらこの特に、えー、2年間を過ごしてまいりましたいろんな場面で皆さんも理不尽を感じられると思いますなんでこうなんだろうなんで政治って私たちのことを分かってくれないんだろうそういうふうに思いながらそして自分ができることはないかそういうふうに考えて、えー、活動して生活をしておられるんだというふうに思います、えー、立憲民主党は 決闘の時からパートナーズという仕組みを導入してスタートをしました。この仕組みを作る時もいろいろと議論があったんです。党員制度をどうするか、あるいはサポーター、協力党員というものをどういうふうに位置づけるのか、パートナーズというもの本当にワンコインで参加できるということで、 間口は非常に低くあの狭く狭、えー、広くなるけれども、本当にそれであの党としての地域の活動ができるのか、まあ、いろんな議論があったんだけれども、このパートナーズという仕組みをスタートさせて、えー、原発ゼロ基本法案を作るときにはあ、今日もお越しになっている山崎さん、あるいは大坂さん、えー、いろんな地域を回ってです、ね、ヒアリングをあのされておりました。えー、私自身も 地元でパートナーズ集会というものを開催して、なんとかこのパートナーズ制度の発展系をあの、まあ、目指してきたんですけれども、それがうまくいってるのかどうか、やはりあのここで、えー、この代表選挙を通して、えー、このボトムアップの政治の再起動のために、私は今考え直す、本当にいい機会をいただいたというふうにあの思っております。政党といいうののはあ皆さんの意見を吸い上げて それを形にしていく水車のような役目を持っていると私は思っていますこのぐるぐる回っていくその流れの中に今日参加してくださっている党員協力党員パートナーズの皆さんそして各級の自治体議員や私たち国会議員がみんなでぐるぐると回って民主主義ですからいろんな意見を戦わせながら交換しながら対話しながら 作っていくそして実行していくそのためにこれからもいろいろな知恵を出し合いながら進んでいきたいと考えております私は派手なパフォーマンスやあの人気取りの政策とは無縁の仕事をやってまいりましたですけれども目の前にある課題一つ一つ確実に克服をしていく解決をしていくそういうリーダーになりたいと思っております どうか今日はいい意見交換をさせていただきますようにお願いをして冒頭の挨拶とさせていただきますよろしくお願い致しますはい、えー、西村候補ありがとうございましたでは最後に大阪政治候補お願いいたします、えー、全国の皆さんこんにちは大阪政治でございます えっと今日のテーマは、えー、参加型民主主義の実現に向けてということでありますので、主にまあここに的を絞ってお話をさせていただきたいと思います。あの民主主義の基本は、ですねやはり主権者である国民の皆さん、お一人お一人が主体的に行動して、自分の頭で考えて、責任を持っていろんなことをやっていく、これが本来、民主主義の基本だというふうに思います。 しかしながら多くの方はそんなに時間があるわけでもありませんし親羅万象に精通できるわけでもありませんそれにお金の問題とかさまざまな制約があって自分たちが主体的に物事をやっていくなんてことはこれは基本的に難しいわけですねだから代表制の民主主義があって議員が選ばれたり本来公共の仕事も自分たちでやらなければいけないものも役所の職員公務員というものを選んでですね そういううい人たちにやってもらうわけでありますしかし民主主義の原理原則原点を考えてみればですね本来は国民一人一人が主体的になってやるっていうのが大きな原則だと思いますだから参加型民主主義っていうのは何かこう特別なことのように思われるんですけれども本来そうではなくて参加型民主主義こそがですねある種の本質だと私は思っていますただしこの 参加型の民主主をやるときの基本原則があるんですそれは情報がしっかり公開されていることです情報が公開されていなければ問題意識を持つことも何もできませんしかもその情報公開というのはですね求められてから出す情報ではなくて求められる求められないにかかわらず、えー、政策や地域のことを判断するための基礎になる情報というのは常に開示されていること 情報共有なんていう言い方をしますけれども、そうしたことがあの最初の条件になるわけです。情報がしっかり開示されるかどうか、これが参加型民主主義の非常に重要なポイントだと私は思っています。こうした観点で考えると、今の日本というのは、国政ベースでは参加型民主主義から程遠い状況になっているんじゃないでしょうかか国会で嘘をつくとと情報公開はしないとか。 公文書を廃棄すするる改ざんするとんでもない状況になっているということをですねぜひ皆さんにはご理解いただきたいと思います情報共有と住民参加これが参加型民主主義の私は基本だと思っております今から21年前のことになりますけれども私が町長を務めていた町で町づくり基本条例というのを作りましたこれはまさに参加型民主主義をきちんと ルルール化ししよううというものでありましたその条例の中に情報共有をしっかりするんだしかも単に情報共有をするだけではなくて説明責任を果たすんだそれを前提にしてさまざまな参加をしていこうと、まあ、そういう条例を作ったわけです当時日本で初めての自治基本条例というふうに言われましたがその精神は私が町長やっていた町では今も生きているのではないかと思っていますその際にやったこと一つご紹介します 予予算算情情報報の公開なんです予算情報実は予算っていうのは皆さんの税金を使っている最も大事なものなんですけどどこの自治体も国が最もダメなんですけれどもきちんと情報公開されてないんですよでその情報をですねもうとにかく分かりやすく公開しよう例えば町が補助金をどの団体にいくら出しているかそういう情報を公開するあるいは町にある箱物施設なんとかセンターとか公民館とかいろんなものがありますけれども そこの維持管理費と収入、どれほど使用量が入っているか、まあ、そういう情報も公開をする、それをやったことによって何が起こったか、街の中の人がですねこの団体にこの補助金を出すのはおかしいんじゃないかと、逆にこの団体に出す補助金は少なすぎるんじゃないかと、あるいは維持管理費と収入のバランスが取れていないようなえ施設については、これは何か問題があるんじゃないかと、あるいは維持管理費がたくさんかかっても、この施設についてはあえて、 使用料を取る必要がないんじゃないかとそういう議論が巻き起こってですね最終的に住民の皆さんの手によって補助金の整理統合がなされたりあるいは施設の維持管理についての制度が上がるというようなことが起きたわけですしたがいましてこの情報公開情報共有住民参加っていうのはですねまさに私は車の両輪だと思っていますところが今の日本では 国政レベ特に今回、補正予算、これが成立をいたあ、成立じゃない、提出されましたけれども、閣議決定されましたけれども、あの中身、どれほど公開されているでしょうか、実は私自身が政権にいたときもですね、自分の担当している予算の詳細を知りたいと思っても、実ははっきりわからないんです政府の中にいてもわからないんですこれが日本のの政府の現実なんですね。 だからこういうところに私は風穴を開けていきたい、そう思っていますし、とにかく情報をしっかり公開しなければですね、問題意識を持つことすらできない。だから私が代表になったら、まず開く、オープンにすること、そして情報を共有できるような体制を作ること、それを徹底してやっていきたいというふうに思っています。あのこの後の議論の中で、えー、党員や えー、協力党員との皆さんのことについてはまたお話をさせていただきたいと思いますありがとうございますはいお、えー、大沢候補ありがとうございました、えー、ではあここから、えー、立憲民主党のパートナーズの方々と候補者の皆さんとの公開討論会を始めたいと思いますでその前にまず、えー、パートナーズ制度について分かりやすくご紹介した動画がございますので、えー、ご覧くださいませ 立憲パートナーズとは現在のトップダウン型の政治をボトムアップ型へ変えていく仕組みです暮らしの悩みを抱えている人問題を感じている人新たなことに挑戦したい人たちが党と一緒に課題に取り組む対等なパートナーにシーン1つながるネットワーキング カフェや勉強会などでネットワークを作りますシーンに話し合うディスカッション政治家と市民 NGO 専門家などと様々な問題を話し合い取り組む課題を共有し解決策をみんなで探しますシーン3アクションみんなの議論をもとに政策を作ったりプロジェクトを始めたりアクションを起こします 登録は簡単パートナーズのネットワークは広がっていきます悩みや問題を抱えている人現在の政治に不信感を持っている人政治を変えたいと願う人あなたの力が政治を変えます はい、えー、というような形で、パートナーズ制度があ,ありますけれども。では、今日、この討論会にご参加いただくパートナーズの皆さんを発言順でご紹介させていただきます。東京都在住の市野瀬智子さんです。はい、続きまして、東京都在住の市川智也さんです。はい、続きまして、千葉県在住のリケマムさんです。最後に、 え、栃木県在住のワイマットさんです。はい、以上、4人のパートナーズの方から質問をしていただきます。では、討論に移ります。司会者が質問者を示しますので、質問者は1分以内でご質問くださいませ。その後、候補者の皆さんから1分以内でそれぞれご回答をお願いいたします。これを4回行います。発言順は、今行われた政権表明から1人ずつずらして、 まず最初、泉健太候補から後順にお願いします。では、まず、市野瀬千子さん、ご質問をお願いいたします。はい、ありがとうございます。皆さん、こんにちは。えー、東京在住のパートナーズ、市野瀬千子です、えー。私はパートナーズ制度を創設時から、 えー、パートナーズとして活動し、えー、パートナーズの仲間と共に、パートナーズセンター、アトマーク東京、えー、通称パトセンを立ち上げて、市民によるボランティア選挙を立憲民主党の候補者と共に、えー、実践してまいりました、えー。パートナーズ事務局とし、えー、協力して行った連続オンライン企画、パートナーズだよ選挙に大集合では、えー、延べ500名に近いパートナーズが集まり、その後の立憲民主党本部のボランティアセンター、 解説などにもつながりましたえそこで質問いたしますえ立憲民主党とともに政治に参加するパートナーズや党員えサポーターの制度についてこれまでの総括とえこれからの展望をお聞かせくださいはいでは最初に泉候補からお願いしますはい市野さんありがとうございます確か山岸さんのところでお会いしましたよねあの本当に当選良かったです 皆決闘のときの盛り上がりと、また今、どういう感じかというのをまたぜひ教えてもらいたいなと思うんですよね、多分以前の盛り上がりから、やっぱりトーンダウンが少ししてるんじゃないかというところを憂慮しながら、ですねやっぱり実はその今、立憲民主党の国会議員たちも、パートナーと直接つながれているんだろうかというところがちょっと不安です。 でパートナーの登録がですねどうもその総支部ごとでも例えば都道府県連でもなく党本部に集約されているっていうことのよしあしっていうのもあってあの党本部として大きなボランティアセンターを組めるという場合にはそれでいいんですけど中にはですね結構もう登録は全部本部でポチッと押してもらったらいいですよっていうばっかりにその東京以外のですね、えー、鹿児島であっても福井であってもそういうところで 実はネットワーク繋がれてないんじゃないかっていう今不安がありますこういうところやっぱり変えていく必要があるんじゃないかっていうのを課題意識として持っていますはいありがとうございましたえー、では続きまして西村ごお願いいたします党員、えー、サポーターズまあ協力党員それからパートナーズの制度えー、これからもおボトムアップの政治を再起動していくために私はあのー、強化していきたいと考えています、えー 政策に関する勉強会をいろいろやらせていただいたり、あの非常にこう政治に入る第一歩として、パートナーズという仕組みは敷居の非常に低い、しかも遅延、欠のそういった顔の見えないところでつながるという、つながることができるという利点があると思いますので、パートナーズの仕組みも今後、なんとかこう発展させていきたいと思っていますはい、ありがとうございました。 あのご指摘のあった通りですり、ね、原発ゼロ法案、あれ、全国回りました、山崎さんにもすごいあの頑張ってもらいました、今、振り返ってみると、私、当時、予算委員会の筆頭理事やってたんですが通、通常国会の間によく回れたなと思ってるんですが、ああいう取り組みは私、非常に良かったと思ってますし、立憲フェスも良かったと思っています、ただ、その後ですね、やっぱり、いくにか指摘がありましたけれども、若干息切れをしてきたっていう感じもあると思っていますし。 えつながる本部とか、えー、このまあ、その他のものとの整合性というかですねここをどうやって整理をするのかっていったところもですねなかなかうまくいかなかったんじゃないかっていうのは私の正直な率直なですね反省ですだから今後に向けては息切れしないようにどうやってやるのかっていうことともう1回この参加の仕組みをですね見直す必要があるもちろんえっ、ー、とパートナーとか えー、それをやめるという意味ではなくてです、ね、さらに改善、発展させるためにです、ね、制度をあの少しブラッシュアップする必要があるんじゃないかと思っていますはい、えー、ありがとうございました。では最後、最初にこのパートナーズ制度ができたときに、対等性を意識しておられるということがすごくいいなと思いました、それは多分ボトムアップなんだという党の性格を象徴するものとして、理念がいいなと思ってました。 それからワンコイン500円で参加できるって、僕ら旧民主党次第って6000円の投費とか、2000円のサポーター費とか、結構これ大変なご負担なので、もうちょっと気軽に参加できる制度があったらいいなと思ってたので、このワンコインという仕組みがコンセプトとともにすごくいいなと思ってました。ただこれからの課題は、やっぱり泉さんもお話になられましたが、僕らの活動って地域性がまだまだ弱い、その地域に入り込むとか、 姿勢に入り込むということがまだまだ弱いと言われてて、そこをどうやって強化するかが1つ、それともう1つは、パートナーズの皆様には、例えばこれ、党首選挙の投票権がないと聞いてるんですけども、それは本当にそれでいいのか、あるいはそのそその辺がちょっと課題かなと思います。ははいいい、えー、ありががとうごござざままししたたではあー一さん、えー、関連者の質問がございましたら はいいありがとうございますあのもう言及してくださった方もいらっしゃるんですが、あの立憲民主党が市民と共に歩むボト,ムがボトムアップ型の政党であるために、今後どのような取り組みを行っていきますか、今回の衆院選の結果も踏まえて教えてください。はいでは、今度は西村候補からご,質問ご,ご回答お願いいたします。ははいいありりがとうございます私はやっぱり パートナーズ制度というのは今まで政治にアクセスしようと思ってもできなかった人何かちょっと問題意識を持った時にどこに行ったらいいのか分からない方に対して間口を広げるという意味でとても大きな意味があったと思っています、えー、ただあの私自身もパートナーズの方あるいは集会をやったりしてみて思うんですけれどもそこから先をどうするか。 パートナーズでいたいという方、い続けたいという方はそれはそれで、えー、ただあの、やはり今後、総選挙のこの結果を見ますと、私はやっぱり、えー、地域組織の脆弱性、えー、選挙をやっていく上で、本当に足腰を自ら鍛えていかないといけないところもあると思っています。ですので、そこから協力党員や党員になっていただける方をどれだけ増やしていけるかということだと思っています。はいいありがとうございました ではは大阪いいいたしまますす、はい、ありがとうございますあのパートナーズって私はいい制度だと思ってるんですがそうは言うもののやっぱりハードル高いです一般の市民の皆さんがですねあの国政政党の何かに所属をして参加をするっていうのはやっぱりハードル高いんだと私は思ってますザックバランに言ってで今回の選挙結果も踏まえてってことなのでそれを思うとですねやっぱりそもそも参加したくないとか政治が嫌いだとか 立憲民主党に近寄りたくないっていう人のところへやっぱり政治家が出向いていかなきゃいけないんだと思うんですねその活動がやっぱり我が党は少ないんだと思うんですよ形を作ったり場を作ったりするのはうまいかもしれないそれはおしゃれかもしれないんですがそれではやっぱり有権者の人の本当の声が聞こえてこないと思うんですね我が党に関心のある人の声は聞こえるんだけれども我が党に関心のない人の声をどうやって 吸い上げていくか、組み上げていくかっていうことが大事だと思うので、いかに出向けるかっていうことがです、ね、これからの課題じゃないかと私は思っていますはい、ありがとうございました。えー、そうしましたら、小川ごいす、はいえー、と今年に入って、特に香川県の場合、社民党からたくさん地方議員さんとか、党員さんが合流してくださったんです。あのはっきり言えばもともと 立憲民主党の地方議員が4人しかいなかったところに18人参加してくださって一気に22名これは衆議院選挙の時も相当なやっぱり底力になったんですねその時思ったのは社民党の議員さんとか社民党の党員さんって普段からその日常活動がやっぱり相当精力的なんですよだから私たちの伝統がどうしても無党派層対策とか 無党派層中心の訴えかけになる傾向がどうしてもあって、そうじゃなくて、もっと地をはう努力とネットワーク、こういうことを党員や協力党員、パートナーズの皆様と、もっともっとやっていかなきゃいけないんじゃないかな、今年に入って、すごくそれ感じていますはい、ありがとうございました。ででは最後に泉ごをお願い,いたします、はい、あの先日ですねある労働組合さんが 今まではなんか中央本部で役員さんで活動方針を決めて組合さんに伝達していてそこに政治方針っていうのもあって誰々を応援しましょうってやってたってんですねでもなんか盛り上がらないって話ででじゃあやり方を変えて組合の皆さんに何か地域でお困りごとありませんか疑問に思うことありませんかって言って募集してそれを政治家につなげますって言ったらワンサーが届いたっていうんですよこれ結構大事で考えてみたら 党本部だってパートナーズの皆さんに例えば皆さん地域のお困りごとありませんかっていう発信をしてそしてそれに皆さんがあれもあるよこれもあるよって言ってくれるようなやっぱり問いかけって大事だと思うんですよね今の党本部だとか地域組織がパートナーズの皆さんにどれだけ問いかけができているのか何かあった時だけ声を上げてくださいねじゃなくやっぱり積極的な今こういうことについて課題を欲しいんだけど っていうような、そのやっぱりコミュニケーションを積極的に党本部側から行っていく、こういうことも大事じゃないかなと思います。はい、ありがとうございました。はい、ではあの続きまして、えー、市川智也さんからのご質問をお願いいたします。はい、一川さんお願いします。 はい、えー、皆さん、こんにちは。東京都在住のパートナーズの市川智也と申します。えー、大学生です、えー。私はボランティアとして、えーま、応援する総支部長の、えーま、政治活動や選挙活動をネット活用の分野でサポートしています。えー、SNS の運用やバナーのデザインや作成など、総、え、支、ーま、部長の日常的な政治活動の広報に関わることで、えーま、今回の総選挙では応援してた地元の総支、えー、部長さんの山口一世さんを、ま、小選挙区 でえまあ当選させることができました。でそこで質問をさせていただきます。えー、SNS をはじめとしたえー、まあネットを使って、えー、無党派層を含む市民からの支持を得るためには、まあどのような戦略や取り組みを予定していますか。よろしくお願いいたします。はい、えー。ではこの質問、えー、まず、えー、大阪候補からあ分以内でお願いします。はい、あのー、私実はこの分野好きなんですよ。 あの1985年にです、ね、電気通信事業法という法律ができて、それ以前は IT デバイスを電話回線につなぐことができなかったんですね、で1985年以降、これ、つなぐことができるようになってです、ね、私、その前後からずっとやってるんですが、SNS 戦略、非常に重要、だから党にはです、ね、専任の部署をきちっと設けてえ、専門家を配置しなきゃならないと思っています。 ただし、お金にも限りがありますし、専門家だけではうまくいきませんので、今、市川さんがおっしゃっていただいたように、ですね、まさにこの分野で、ですね、パートナーズの皆さんとかの力を借りて、ネットって実は人海戦術、すごく大事なんですよ。特にあのツイッター見てるとわかる通りですね、むちゃくちゃな、<laughs> ここではあんまり言いませんが、来るじゃないですか、攻撃があれに対抗するために、やっぱり人海戦術が必要なので。 そういう意味でも、専任の部署を設ける、専門家を置く、そしてパートナーズの皆さんの力も借りるっていうことをですね、これから戦略的にやらなきゃいけないと思っています。はい、ありがとうございました。では、小川君ほはい、私は実はあんまり得意じゃなくて、苦手な方なんです。ところが、今回の総選挙で、いわゆる専門技術を持った方々が、有志で、あの手弁当で集ってくださって、本当にいい、 写真、あの雰囲気を伝えられる写真、それから動画、で普通はあの有権者の皆様が表の演説会場とかは見られると思うんですけど、その生活感とか裏舞台とかってなかなか見られない、そういうのを表に可視化してくださったりとか、だからそういうこう普段見られない風景を、大手メディアでは伝わらない風景を SNS を通してお伝えして、身近に感じていただくというのは一つかなと思います。それから、 今回、有志の意見で、例えば党首選挙もネット投票が可能になっているんですね。あと、それに限らずその、例えば国会対策や政策でも気軽に協力党員やサポーター、パートナーズの皆様の声を聞けるような仕組みがあったらいいなというふうに感じていますはいいありがとうございましたでは泉子をお願いします。 はいあの政治を楽しく伝えるっていうことも大事だとは思うんですけど、やっぱり政党とか政治家って本来、何のためにいるんだろうっていえば、やっぱり皆さんの役に立つためだと思うんですね。だから、例えば、一緒にゴミ拾いをやりましょうとか、まあ、僕がもし代表であれば、全国の立憲民主党の仲間たち呼びかけて、海岸をきれいにする活動をしませんかとか、あるいは竹林のボランティアをやりませんかとか。 いろんな、こう、一緒に参加する呼びかけをしたときに、そこによし一緒にやって、この地域を良くしてみようとか、そういう貢献をしたいっていう方とコラボができるというか、集まることができるんじゃないかなと思うんですね。それがまた次の輪を広げることになっていくと思うので、ただ単にこう政治が発信をすることをどう面白く受け止めてもらうかじゃなく、まさに世の中を良くしていく活動に一緒に参加をしてもらうようなツールとしての、情報発信源としての SNS っていうのが、 やっぱりリアルで政治が物事に動,動いていくことを発信していくことで活用できたらいいなと思っていますはい、ありがとうございました。では最後、西村候補、もう SNS は政党としても、あるいは議員個人、候補者としても、やるかやらないかじゃなくて、必ずやらなければいけないツールの一つだというふうに思うんです。 公職選挙法も変わってインターネットを使っての選挙活動もできるようになりましたここに私はもうちょっと予算とそれから体制を策必要があると思っています党本部でやれることはやっぱりあの体制をきちんと作って予算をつけることそこに市民の皆さんからも参加していただいて協力していただく、まあ、ネットっていうのは拡散の力がありますからそして本当にこう一人の人が 直接上の方にダイレクトに意見を言うことができる、質問もすることができる、そういう利点がありますから、そういうのを活かして、うまく党本部と、それから市民の皆さん、あの有権者の皆さんとのそういった活動が相まって相乗効果を生んでいけばいいなと思っていいいまますはい、ありがとうございました市川さん、えー、関連してのご質問ありますか。 はい、えー、っとありがとうございました。では次の質問をさせていただきます。えー、イベントを通じて市民の政治参加を呼び込み、えー、相互に交流する場として、まあ、旧立憲民主党時代には立憲フェスというイベントを開催していました。それは先ほどの討論でも、えー、出てきたと思います。えー、このような企画を、えー、今後も開催してほしいという声が、えー、多数上がっていますが、いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、えー、では、これは小川候補からお願いいたします。はい、私あの 経緯の中で参加したことなくてでもうちの香川県の地方議員の方で先行して入党してくださった方々とかがやっぱ参加してすごい楽しかった良かったって帰ってきたんですねだからやっぱりそういうこう政治集会なんだけど楽しさとかイベント性があってもっとこう気軽に参加できるっていうことはすごく考えていきたいしもっと言えば例えばイギリスの保守党とか労働党アメリカの共和党とか民主党は どっ都とかあの拠点地方に行って2泊3日ぐらいで本当にそのなんていうんですかお祭りみたいなことをやってるわけですねそういうことも含めてこう楽しく大勢が参加できるようなそういう党大会フェスっていうのがすごくいいなと思いますはいありがとうございましたでは泉候補お願いしますぜひやりたいっていうかやり続けたいですよねあの僕もちょっと 旗から見る側です、まあ、今日はちょっとフェス風格好にもなってるかなと思ってるんですけどあのやっぱり自然体であの政治家がカチッとして皆さんのお,伺いをお声をお伺いしますじゃなく一緒に議論しようよ一緒に学ぼうよ発表しようよっていう場はとても素敵だなとあの思って見てましたので、まあ、あの例えばこういうコロナになった時にオンラインでやれる可能性がどうなのかとか あと僕は前回までのフェスにどれぐらいそのパートナーズの皆さん側が実行委員になったのかっていうところまであまりまだ分かってないんですけどできればやっぱりそうですよね党本部が主催するっていうよりもやっぱりできる限り主催するのも市民という形に近づけていきたいなと思いますねはいありがとうございましたでは続きまして西村候補お願いいたします あの立憲フェスはあの今後とも、えー、規模の大小はあると思うんですけれども私も続けたいなと思っています、えー、その時に、えー、党大会をどうするか、あのー、初回はですね党大会をやるのと何て言ったらいいんだろうなこう一体のものとして、えー、フェスが開催されたんですけど私は党大会は党大会として議事はきちんとフェスとは まあ同じ日でもいいんですけど、きちんとやるというようなあのそういった工夫が必要だと思ってます。なるほどね。はい、ありがとうございました。ではあのこのご質問に関して最後おさくをお願いいたします。はい、あの立憲フェスはね続けるべきだと思いますよ。ただですねあれね国会日程とかいろいろあってですね直前になってこのぐらいにやろうって決めるんですね。だからもう特管工事でやってるんです。だからむちゃくちゃ大変なんですね。 だからここでもやっぱりパートナーズの皆さんとかにですね関わってもらってあらかじめ今度のフェスはこんなことやったらいいみたいなアイディアを出してもらってそれで事前の準備を少しずつ積み上げてですねやるのがいいんじゃないかなと思っています、それと、えー、フェスもですね建物の中でやるのもいいんですがこれちょっとリスクがあるんですけれども外でやるとかですねそうすると関係ない人にもこう気になるじゃないですか。 あるいは自民党さんでやってるんだけど、屋台出すとかね、まあ、コロナでいろいろ難しいところもあるんだけど、若干飲み食いがあると、えー、より楽しさが増すなっていう感じがするんですね、地域の名産持ってくるとかですね、まあ、お酒入るともっといいんだけれども、それは少しまずいかもしれないな、ただ、西村さんが言ったみたいにです、ね、党大会とフェスは若干切り分けた方が、案外こうあ、いい感じがするかなというふうに思います。 はいありがとうございました。えー、と以上、2人からのご質問がありましたけど、続きまして、えー、3人目、えー、リケマムさんからのご質問をお願いいたします。ご紹介ありがとうございますと。千葉県在住のパートナーズリケマムですで。私はパートナーズ制度ができてからずっと地元の自治体議員さんたちと一緒にあの活動してきましたで。自治体議員と語れるカフェみたいなイベントとか、 あと自治体議員の公約達成度を検証するというような企画もあのやってきました。で、こうそういうことで、もっと身近もっとあの短かな地域の問題から立憲民主党とともに政治に参加していきたいと思っております。で、えー、まずあのそういったご質問です。えー、立憲民主党が 草の根民主主義を市民の参加によって実現するために、えー、都道府県連や自治体議員と市民が協力する取り組みをどのように増やしていきたいと思っていらっしゃいますかはい、えー、では、このご質問、まず泉候補からお都道府県連や自治体議員と市民が協力する取り組み、例えば都道府県連も確かに党を運営するために、まあ、資金パーティーとかってあると思うんですよね。 えー、そういうところにと市民ってちょっと断絶してる気がしててやっぱり立憲民主党の議員が開くパーティーとかその集会とかの時にやっぱり意識的にいろんな活動している市民の方に来ていただくようにするとかその活動が発表できる場にしていくとかこういうこと大事じゃないかなと思っていてあるいはいろんなパンフレットを置くとか、えー、実はあの僕の隣の選挙区の山野井和則衆議院 はあの政治資金パーティーをするんですけどそこでは必ず貧困に置かれてしまった当事者の方が来られたりとかあるいは学生たちでアルバイトを失ってしまった人たちが来て発表してくれるんですよそうするといわゆるなんか、まあ、スポンサー的なというとおかしいですけど、まあ、参加者の方々もいろんな問題を直に知ることができるというか。 普通そういうことを知ることのできない方々にもそういう情報を発信できるっていうのがあるので、ぜひそういう、まあ、業界団体とかっていう方々にもですね、市民の活動をどんどん伝えていくような場を、接点を作っていく。こういう役,役割って大事じゃないかなと思います。はい、ありがとうございました。では、西村候補をお願いいします。はい、ありがとうございます。やっぱり、政治って、 普通に生活している方から見るとすごく遠い世界にあるんじゃないかなと思うんです。私も議員になる前は自分自身が政治家になるなんて考えもしなかったですし、えー、政治って何かこう怖いもの、触れちゃいけないものっていうふうに思っているところがありました。ですからまずはあの議員の方が市民の中に入っていく、えー、この努力をあのするべきだというふうに思っています。合わせてあのリケマムさんがやっとおられるように。 身近な課題で、えー、いろんなこう集会小さなあの話し合いの場を持つそれは別に何かこう結論を得ようというようなものでなくてもいいと思うんですみんなで課題を共有してこういったことがあるよねってそこから私はやっぱり身近なその生活に目指した政治が始まってくると思うのでそういったのを本当に4人でも5人でもあのいいんですけれども。 何かこう、そうした課題を、みんなで口に出し合うところから始まるんじゃないかと。そこに自治体議員が、積極的に、こう、アウトリーチで、あの、仕掛けをしていけるような、そんなことをやりたいなと思っています。はい、ありがとうございました。では、大沢候補からもお願いいたします。これはですね、いろんなやり方あると思うんですよ。例えばですね、先ほど私が言った、あの、予算情報を公開させるとかですね、テーマを決めて。 それであの自治体議員の皆さんと一緒になってチームになってやっていくそういう具体的なテーマがあるとですね1回で終わらずに継続して自治体議員の皆さんとつながることができるんですねあるいは予算情報なんていうと少し、えー、ハードルが高いと思うんであれば例えば、えー、山林原野なんかを見てどうやって植林がされるのかとか,です、ね、なんか地域の課題1つでいいと思うんですが具体的に取り上げて そしてそれを自治体議員の皆さんにお願いをしてそれに関する情報をくださいとかそれを改善するためには私たち何ができますかっていうのはですねしかもそれある一定程度期間を決めてやると継続して自治体議員の皆さんとつながってしかも成果が出てくるじゃないですかそうすると単にお試しで参加したっていうことではなくていや私たちが声かけたからうまくいったんだよねっていうものになっていくと思うんですね逆に党本部の方は 市民の皆さんからそういう問いかけがあったら、それ断るなよっていうことをちゃんと言っておかなきゃいけないですね。はい、ありがとうございました。では、えー、最後ですね、小川広報お願いしますはい、えっ、ー、と、地方議員さんの活動を見てると、やっぱりすごいな、頭下がるなと思うこと多々ありまして、それはいろんなその政治課題も大きいんですけど、それ以上にその、ここの水路が傷んでるとか、ここの街灯が暗いとか、 それ本当にこう地域のお困りごとにやっぱり寄り添って、ね、その先には有権者がいらっしゃってその一部は少なくとも党員でいらっしゃったり、まあ、パートナーズでいらっしゃったりするわけですだからさっきちょっと社民党のことを申し上げたんですけど彼らはすごく地域のネットワークとか組織づくりをやっぱり大事にしておられてやっぱりそういうことをちょっと参考にしたり学んだりしながら本当にこう 草の上の地域の組織づくり、支部づくりというとちょっと硬いけどまあ、ネットワークづくり、そういうことを中央として支援していくようなそういう姿勢が必要じゃないかな、日常的な関わりを持つことが大事じゃないかなという気がします。はいいいああありりがとうごござまました、えー、理マムさんあの続いの続て質問ありますか、はいあ あのご回答どうもありがとうございました。えっとですね、地域によって県連と党員、サポーター、パートナーズとの距離感があの異なる県,県ごとに異なるっていうのがちらちらほら意見があるんですね。で、どのようにして先進的な地域の取り組みを全国に標準化しますかっていうものなんですけども、さっきちょっと一部ごお答えいただきましたけど、ちょっとさらにあのご意見いただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、では、これは西村候補からお願いいたします。 はい、ありがとうございます。あのいい事例があったら、とにかくそれを、えー、成功例として横展開できるように、みんなで共有していく、そのことをできるのはやっぱり党本部だというふうに思うんですね。えー、情報を集めてあげていただいて、えー、県連の中だけではなくて、 全国でお隣の県ではこういうふうにやっているよ、あるいはあそこの総支部ではこういうふうにやっているよって、そういった事例を集めることができるのは、やっぱり党本部だと思いますので、そこはやって、共有を図っていきたいと思っています。はい、では、続いて、お願いします。あの今、西村さんがおっしゃったこと、これ、標準パターンで非常に重要なことだと思います。もうう一方ででですすね、私違ってていいと思うんですよそれぞれぞの県連 で違っていることによって、お互いが気づくんです標準化あまりしすぎると、ですね何かいいものに合わせようとして、地域の個性をあの殺しちゃうんですね、だからですね、標準化されているものを知ることは大事なんだけれども、それにとらわれないでやると、新しいものが生まれてくるんですだから、標準化にあんまりとらわれる必要はないと思うんですよ、ただ大事なのは、距離感、距離感っていうか、いや、うちの県利は、いくら言っても、こう、響かないんだよねとか。 そういうところはなんとかしなきゃならないので、そういう時はやっぱり党本部から、これ、上位かたつでボトムアップじゃないんだけれども、党本部の方からですねそういう声があるならちゃんと対応しなさいよみたいなことはね、いう、そういう意味での標準化っていうのは私はあると思うんですよね。だからね、地域のことに関しては、えー、他と違ってるってことが実はメリットだっていうことはですね、あの一つの特徴として受け止めていただきたいなと思います。はははいいいありがとうございましたででいいす、はい 先進的な地域ってどこですか、どういう取り組み、ちょっと私の1分の持ち時間の中で、聞いてみたいなと、例えばですね、栃木なんかは、ですつ、ね、ながる本部で、いい取り組みやってますやっぱりだけど、そういう取り組みがせっかくあるんだったら、それこそ,そのフェスの時に発表してもらったり、広報誌に掲載したり、あるいは SNS でそういう人たちの取り組みの様子、動画とか。 で紹介して共有できるようなインフラ作り、プラットフォーム作り。これはやっぱすごく大事なんじゃないかなと思います。そういう取り組みを支援していきたいなと思います。はい。はい、ありがとうございました。えー、では続きまして、泉君ですね。お願いします。あの、これがですね、党本部のホームページのパートナーズのページなんですね。えー、なんですけど、取り組みっていうところをしても、あの、過去の あの、いろんな取り組みがありましたっていうのだけが載っていて、あの、リアルに今こんな取り組みをやってますとは載ってないんですよね。そこがちょっとやっぱりもったいないところで、あの、いろんな方がおっしゃるように、実際の事例を載せて、で、皆さん見てくださいねってやんなきゃいけないんですけど、ちょっとやっぱり止まってる感があるんですね。で、これが、あの、党本部と、例えばパーの、次の質問にもなっちゃうのかもしれませんが、パートナー、 推進委員会とか運営委員会みたいなのがあってパートナーズ運営委員会とかがあってで共同でやっぱり何かそういう発信ができるような四六時中発信できるような状態をまず体制を作っていかなきゃいけないんじゃないかなという気はしていますはいありがとうございましたえー、っとこのパートナーズとの対話も4人目最後になりますけれども最後ではワイマッ p さんからお願いしますありがとうございます 栃木県在住のパートナーのワイマットと申しししまますすよろしくお願いしますあの今の話の流れでちょっと恐縮なんですけど栃木県ではパートナーズが、まあ膝を突き合わせたりリモートであったり有志が集まって、えー、県連事務所の議員さんや総支部長と一緒に SNS の発信について学ぶ SNS 講座あというのを月1回定例で行う。 で開催はこれで2年ぐらい続いてましてこの間、県連の SNS ポリシーの検討だとかコロナ相談会などを実施しまして県連のパートナーズメールマガジンというのも月1で定期的に配信を行うようになっています。そこでで質問なんすすけれどもパーーーートナーズやや員サポーターが参加する法案や 政策づくりのタウンミーティングや政策アンケートなど、庶民の政治参加を実現するために、えー、立憲民主党としてどのような施策を行いますか。よろししくお願いいますはいえー、ということですけれども、では、あのこのご質問、最初大阪候補からお願いいたします、はい、あのまず栃木県連の取り組みはです、ね、本当、私ももう、本当、驚いてます、素晴らしい。 それであの、やっぱりですねあの、こういうことをやるためには具体的なテーマを決めるということがすごく大事でだから例えば、党本部でもし何かをやるとすれば今年1年は何かの条例作りをしてみましょうとかですね、そういうテーマを全国で共有して、えー、条例作りを競い合うとかですね、そういうのもある種、面白いのかもしれないと思っています。ででも、やっぱり大事なのは地域課題ですよ。 あの党本部から何かを言われるっていうよりもですね地域課題で我々何を解決したいのかっていうものについて取り組んでいくっていうことが一つ大事だと思いますそれともう一つがですね実は国会ってすごく不透明なところがあってですね法案がどういうプロセスで成立していくかってよくわからないんですむちゃくちゃ時間が早くてですねそれを少しでもこう公開をするっていうことを我々もやりたいんですけどそこはなかなかできないんですねだからその場合には何かの法案一つにだけ あのスポットライトを当てて、その法案の成立過程をみんなで学ぶなんていうのもいいかもしれないと思いますはい、ありがとうございました。では、ししはい、ちょっとまた,また後ち時間の中で質問なんですけど、はい、なぜ栃木だけそれ、それは誰か一人、キーマンになる人がいるんじゃないですか、すごく熱心で、ロを惜しまない人一つ言えるのは、県連の幹事長の松井さんという方があの非常に熱心で、うんえー、SNS に対しても積極的なんです。 まあそういうのもあって、ちょっとやりたいんだけど、教えてっていう感じで、パートナーズの方にお声がけいただいて、初めは融資で、ツイッターってのがあるよ、フェイスブックっていうのがあるよから始まって、今に至ってななるほど、ね、だからやっぱり一人、そういう鍵になる人、熱意のある人、才能のある人がいなきゃだめだし、でもそれはやっぱり応援しなきゃだめですよね。であの私ねとにかく 政策に関しては、本当にその徹底して地域を回って、議論して議論して対話を重ねて練り上げて、冒頭にも申し上げましたけど、これ俺たちの政策だと、私たちの政策だと、本当に皆さんに思っていただけるようなプロセスを取りたいんですよ。国民的政策を作り上げたい。そう思ってます。はい、ありがとうございました。では、泉君お願いします。はい、あのー、 やっぱり各地域ごとっていうことを考えると、あの、県連からパートナーズに少なくとも年間何個かは課題を出す必要があるんじゃないかな。このことについて皆さんと一緒に議論したい。例えばダムのことかもしれないし、交通安全政策かもしれないし、防災対策かもしれないけど、このことをパートナーズの皆さんと一緒に議論したいんですっていう、 そういうものを組織から僕は出すべきだと思います。そしてもちろんパートナーズの皆さんからこういうことについてやりたいってものがあれば出してもらうと。こういう総合で必ずこうテーマをやっぱり出していかないと、さて集まったけど何も話し合うことがないよねっていうのは寂しい話ですから、やはり少なくとも県連組織側は議員もたくさんいるわけですから、テーマを自分たちから皆さんの教えや助言やアドバイス、視点を 集めたいっていうアプローチやっぱりやる体制を作るってことが大事だなと思いますはいありがとうございましたでは三島ご報告しますあの一つはぜひパートナーズの皆さんがこういうテーマで政策の勉強会やアンケートをやりたいということを発信していただきたいと思っていますそれを自治体議員や私たち国会議員などもがアレンジができれば そういうい集会、会合が非常にスムーズにいくのではないかと思っているのでそれが一つ、他方でうーんやっぱり私も国会で取り組んでいることをぜひ皆さんにも知っていただきたいって思うことがあるんですね。あるこう特定の政策テーマですとか 予算の内容、補正予算の内容、経済政策の内容、取り組んでいることについて知っていただきたいということもあるので、そういう場を設定するときも、それは党本部からになるのか、県連からになるのか、都道府県連からになるのか分かりませんけど、そこもぜひ協力をしていただきたいと思っています。ややややっっっっぱぱりりここれるるにははは人が <laughs> 重要ななののののででででててくださいいいいととと言すすぐきうも思まそこはやっぱりあの 研修といったらいいのかな、情報共有を上からでなくみんなで横でつながってやっていけるようにしたいなと思っています。はい、ありがとうございました。え、ワイマットさん、関連してご質問ですか。ありがとうございます。えっ、ー、と、まあ先ほどからちょっとお話も二さ出てるとは思うんですけれども、庶民の政治参加を実現する一つの試みが立憲パートナーズ制度ですが、今後この制度の定着と発展のためにどのような体制を作りますか。 ということでよろしくお願いします。はい、あ、私、小川です。あ、失礼します。小川です。どうぞ、どうぞ、はい、でもどうぞ。<laughs> あの、やっぱり地域のネットワークづくり、支部づくりをすごく支援したいなと思ってます。で、一分の中で、ちょっと質問させてください。投票権はいらないですか。その党首選挙の。パートナーズって。はい。あの、パートナーズ募集するにあたって、広くという話、西村さんからもあったと思うんですけれども。かなり広く取っているので。 必ずしもがこの立憲民主党の支持者とは限らないので、必ずしはい。あと500円というのはやっぱり大事にした方がいいですか？大事にした方がいいと思います。わかりました。500円でも結構二の足を踏む方もいると思います。はい。じゃあそういう前提で地域のネットワークづくりを支援したいと思います。はい。はい。あのパッチですね。はい。では伊さんお願いします。はい。 あの今、立憲民主党には、えー、ジェンダー推進、まあ、本部がありますけれどもあの、本当はですね、各都道府県にも、まあ、ちゃんとジェンダー体制、ジェンダー体制を作るための担当者、これを置いて、えー、進めていくということなんですが、これまだ多分完全にでききっていないところがあるんですね。でこういうのと同じようにというか、やはりこのーパートナーズ制度も、 党本部、おそらく国会議員たちもですね、党本部でどの部署がパートナーズの、まあ、担当をしているのか、実ははっきり分かってないんじゃないかっていうぐらいの話と、じゃあそれは都道府県連で担当者がいるのかっていうと、そこだって本当に全都道府県いるのかっていう状態だと思うんですね。先ほど登録が全部、もしかしたら全部じゃないかもしれないけど、一部ほとんど東京登録になってしまっていて、 地域とつながっていないかもしれないという懸念があると話をしましたけど、やっぱり地域それぞれでつながっていくっていうのはとても大事だと思うので、ちゃんと担当者を置くということ、党側としてはですね。そして、やはりそこにできればやっぱり半分はというか、運営委員会的に関わっていただけるような仕組みを作って、まあ、民主的に運営されていくと、そういうのができたらいいなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。では、西村公をお願いします。 パートナーズという仕組みは、本部からすると、おそらく自治体議員とも関係があるし、都道府県連の組織とも関係があるし、あるいは広報などとも関係があるし、そして、えー、つながり本部ですね、こことも関係がある、みんなあの横断的になってしまっていて。 どこが責任を持って責任を持ってというのか、どこが中心になってパートナーズ制度のことを担当するのかということが今一つ明確になっていないように思います。ですので、そこのところをもう一回、党の本部の組織の問題として、もう一回整理をし直すということ、それが必要じゃないかと思います。ははいいいありがとうござままししたでは最後のののお願いしますあの党の組織の問題 あの出ました私もそれ全く同感です、交通整理しないと、ですねここ、うまく進まないと思ってます、加えて、ですね私、あんまり会議体作るのをあんまり得て,得てっていうか、好んではいないんですけれども、パートナーズの皆さんに、パートナーズの,その運営を考えるような場を、ですねあ,のあえて東京へ来なくてもいいので、ネットを使ってでもいいので、パートナーズの皆さんが自主的に考えられるっていうことがあると、ですね自発的に動いていくんじゃないかなって気がするんですよね。 何でもかんでも党本部がしゃべるっていうのもですね、なんか実践に欠けるなっていう感じがします。いかがでしょうかね。はい。いありがとうございます。ちょっとよろしいでしょうか。あの小川さんからさっき質問いただいたので、パートナーズにまあ投票権なくてもいいか、まあ、ということについて、なくてもいいって話したんですけど、なくてもいいんですけど、例えばあのボランティアでたくさん参加している方とか選あの選挙対策本部に入られている方、まあ例えば何回かややったら。 ああ選挙権を上げますそういうちょっと制度をまあプラスするとかすればいいと思いますはい新しい提案が出ましたねはいはいあ,のありがとうございました、えー、かなり対話ができたというかまあ、参加型民主義の、えー、実現に向けてというテーマでしたんですけどまさにそういう といい形の進行ができているかと思います最後になります、もうあの時間が、早そ々うそう終了の時間が迫っておりますけれども、えー、各候補者の皆様から本日の集会のまとめとして、えー、立憲民主党のパートナーズ、党員、サポーターの皆さんに向けて、これだけはふたけておきたいということを、まあ、2分ずつ、大変短い時間ですけれども、ご発言をお願いしたいと思います。えー、では、また一人飛ばして、えー、泉さんから、これ、順番。 はい、えー、今日はありがとうございました。えー、そしてあのリアルでこうして党本部にお集まりいただいている皆さん以外にも全国で、えー、画面でご覧いただいている皆さん本当にありがとうございました。あの今日のルールに文句を言うつもりじゃないんですよ。ただあの全国でこうして画像で見ていただいている皆さんからの質問も受けたかったなっていうのがですね、えー、ちょっと残念なところでして、あのこれはぜひ今後もあのやっぱり党本部としても。 やはり普段から皆さんとやりとりできる環境っていうのはもうこのオンラインミーティングの環境ができてますからぜひですねあのいろんなまあコメントをいただいたりし,しながらそのコメントにこうリアルタイムに答えていくということもだいぶ政治家たちも慣れてきているのでぜひまたこれからもこういう場をまあ状態化していきたいなというふうに思います、まあ、そしてあの立憲民主党の歩み歴史ということでは2つの議員たちのまあ入党のタイミングだとか ばらつきはありますだけど、みんなやはりですね、僕は特に大阪さんと一緒に、あの、新しいこの立憲民主党の綱領を作って、そこでやっぱり草の根の声というものを大事にしていくという公領を一緒に作ったので、やはり、あの、みんな入るタイミングは違っても、みんな一緒っていうですね、その優しさと包容力と、まあ、包摂の力と、そして一緒に高め合っていくという党の文化を作っていくことがですね、何よりお互いの信頼感と、 またあそこから発展につながっていくんじゃないのかなと思っているのでぜひ議員と市民そして国民庶民みんな対等なんだそういう党づくりをこれからも進めていきたいと思いますありがとうございましたはい、えー、ありがとうございましたでは続きまして西村君お願いします、えー、今日は本当に全国から参加してくださった皆さんもありがとうございました またこうやって会場に足を運んでくださってえいろいろご質問いただいて意見交換もさせていただき本当に有意義だったと思っていますえ立憲民主党がパートナーズ制度を作ったということは日本の政党の中でかなりチャレンジングな試みだったと私は思っていますこれ実は総支部長の立場からしますとワンコインで500円でというのは実はちょっとあの困難な部分もあって えー、つまり、あのー、郵送代とか、えー、500円を持ってきていただくのかあ取りに伺うのかというようなあの非常に困難な部分もあのこちらの立場からするとないわけではないんだけれどもそれでもやっぱりあのそれをお労力を払ってそれでもやっぱり皆さんとつながっていられるという利点が大きいと思ってあのいます。 でですので今後ともパートナーズ制度がいい形で発展していけるように私も皆さんとぜひ知恵を出し合っていきたいと思っています、えー、今日の集会は本当に有意義でしたがあのまだまだ試行錯誤していかなければいけないところは大きいと思っていますこれが正解だという答えがなかなかない中であの時々はあの意見のすれ違いも生じるかもしれないけれども私たちが目指している政治の形というのはやっぱり変わりがない。 空産の根の民主主義ボトムアップの政治これを作っていくためにみんなで頑張っていこうという気持ちだということはぜひご理解いただいて今後ともどうぞよろしくお願いいたします今日はありがとうございましたはい、ありがとうございましたではご視聴いただきありうごます はいいいあありりががととううごござざまますす全国の皆さんも先ほど泉さんが言った全国の皆さんとも双方向でっていうのをチャットで書き込めばできたんじゃないかなと思うんだけれどもそれは今度入れたらいいなというふうに思います、えっと、ところであの我が党の課題はですねやっぱり皆さんみたいにパートナーズとして来てくださる方はいいんです先ほども言いましたけど我が党に近づいてこない人にどうやって近づいていくかっていうのが課題なので。 そこのところでまたパートナーズの皆さんにもです、ね、先ほどワイマットさんは、必ずしも立憲民主党支持者でない人もパートナーズにいますよということをおっしゃっていただきましたけれども、そういう方々に入って、入,るって入らなくてもいいんです、我々がそこへ近づいていけるようなお手伝いもです、ね、実はパートナーズの皆さんが、そういえばこんな取り組みしてる団体があるよとか、そこはうちの支持者じゃないけどねといったようなことを教えていただくっていうのも、すね、我々にとってはすごく大きなことだと思っています。 我々の業界はですね人を見たらひょうだと思えっていう、これがですね我々の業界であります、それともう1つあの、これは皆さんご存知のことだと思いますが、200年ほど前のイギリスの学者でブライスっていう人がいて、です、ね、自治は民主主義の学校だって言った方です、自治は民主主義の学校、でさらに自治は民主主義の源泉だっていう趣旨のことも言ってるんでですねでも私は最近これ自治っていう言葉ではなくてですね。 具体的な課題はっていうふうに置き換えた方がいいんじゃないかなという,ふうに思ってまして要するに、えー、っと理念や理屈っていうのはいくら議論してもですね自分のものにならないんですけれども具体的な地域の課題に取り組んでいくっていうことは、えー、みんなでこの公共の社会のことを考えたりですね隣近所のことを考えることになるわけですからだから具体は民主主義の源泉だっていうことだと思っています。 だから今日私が終始一貫して言ったのは、ですね、パートナーズの皆さんと我々が共同するときに、具体のテーマ、あの具体の課題、地域の、そういうことで一緒にやれると、ですね、今よりもさらに進化していけるんじゃないかと思います。今日はありがとうございます。はい、ありがとうございました。では、最後になります。い泉さん、大阪さんもおっしゃった通り、全国の皆様、今日は直接、お声をお聞きできずにごめんなさい。 またぜひそういう機会をいただきたいと思っています。それから今日短いやりとりでしたけども、私から逆質問何回かさせていただいて、でもそれだけでも随分その真意にたどり着いたり、お互いが思っていることを交換できたり、キャッチボールが成り立つ。そこから新しい回が見えてくるっていうのが、わずかこの時間ですら可能性がやっぱりあると思うんです。だから、 私、なんでこんなことを言うかというと、やっぱりこれから先の時代もなかなか簡単な時代じゃないと思うんです。あの、いわば昭和の時代ってすごくシンプルで、まあ、人口は増えるし、経済は成長するし、みんな正社員だし、毎年給料上がるし、生活は年々日々良くなっていく。そしたら、ほとんどのことは自己責任で事情取る。というモデルの社会と、これから人口は減るし、なかなか行動、 高い成長を望めない、望みにくい時代だし、正社員の門は狭い、毎年賃金が上がるということはなかなか期待しづらい。なのに、多くの生活基盤が自己責任のまま捨て置かれている。どうすんだと、これからこの社会、ということに、階を見出していくというのは、相当な難産だと思うんです。だから対話が必要で、それは聞く力、伝える力、汲み取る力、で新たに生み出していく力。 そこに対話の可能性を感じていますし、それを大事に、このパートナーズの皆さんとの参加型の一周、今日この後4時からあの街頭・有楽町で、青空の下で対話集会やります、それから夜9時から YouTube の配信でこれも質問を受ける形でやりたいと思っています、そういう姿勢を大事にしたいと思っていますので、これからもあの厳しい叱咤激励、そして温かい 力添えをお願いしたいと思います。今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。あ、よみの皆さん、そしてあの他党の皆さん、ありがとうございました。えー、このような形式での代表選挙のための公開討論会、なかなか画期的なあ取り組みだったのではないかと、さすが参加の党参加を進める利権リストだなというふうに思いました。ありがとうございました。えー、まあ、大変あの活発なあの討論できたかというふうに思いますが。 実はこのあと、今日の本日19時から、党内のジェンダー平等推進についてをテーマに、歴史民主党の女性議員ネットワークの皆さんとの意見交換会というものも開かれます。それから明日21日は、14時30分から、北海道でコロナ対策、農政を含めた地域活性化をテーマに、また討論会を予定されておりますので、いずれも YouTube、Twitter ライブなどで生中継をされます。 ぜひともご参加をいただければと思います。で、あのここで、これであの以上、交換討論会を閉会するのでございますけれども、えー、最後に、ズ、えーム参加者の皆さん、えーああの、スクリーンショットでですね、えー、記念撮影をしようというふうに思っておりますので、えーとえー、ぜひあの手を振る形でですね、あの終了のときの、えーまあの ま、参加をしていただければというふうに思いますが。では、とりあえず、まずご挨拶としては、最後までご参加いただき誠にありがとうございました。では、これからしばらくスクリーンショットです。はい、よろしくお願いします。呼ってください。お続々出てます。